ミラクルポッドキャスト。この番組は MBJ トラベルの提供でお送りします。はい、始まりました、ミラクルポッドキャスト。今日のゲストは、バイクで日本一周した男、翔吾くんに来てもらってます。わー、翔吾くん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、翔吾くんはですね、ちなみに今回は、いつも長崎市とかからお送りしてるんですけど、はい、今はですね、長崎県雲仙市にあります雲仙温泉からお届けしております。はい、涼しいです。はい、涼しいです。ここはね、下界よりも5度あの温度が低いということでですね、避暑地になっておりま す、ね。まあ、はい、翔吾くんなんですけども、はい、私たちですね、ちなみに今ゲストハウス集いおりまして、はいはい、まあ、翔吾くんは今ヘルパーということでお手伝いをしてる。そうです、ね。まあ、私もですね、ちょっとお手伝いしながら、はい、はい、今集いゲストハウスでたむろっております。はい、翔吾くんね、ちょっとね、話を聞くとですね、面白い経歴されてるんですね。そうですかね。ね、まあ、タイトルに出ましたけども、はい、バイクで日本一周した男ということで、はい、日本を一周したんですかね。しましたね。47都道府県回りました、全部。はい、ちなみに、どこ出身でしたっけ。出身は石川県の金沢市です。はい、で、始めたのは、始めたのは出発は仙台から。仙台、なんで仙台ですか。前の仕事が仙台やったんですよ。でもそこで仕事を辞めて、会社の事務所から、じゃあ行ってきますと。仕事辞めたその日に。仕事辞めて本当にハンコ、ヘルメット持って会社行って、ハンコ押して、じゃっつって。駐車場から出てきましたよ。自分のバイクで。そう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 。結構大きめのバイク。そうですね、250cc の、バイクで。で、日本一周するのにかかった時間は、トータルで言ったら2年ですね。2年、結構長いですね。47都道府県で。そうですね、ただ、はい、1年ちょっと沖縄に、ずっと沖縄に。なんでまた1年沖縄にいたんですか。そうです、その時も、うん、あれなんですよ、沖縄で行ったゲストハウスに、はい、ちょっと声をかけられ、はい、働かないかと言われ、じゃあやりますと。はいはい、それで1年。1年。1年ずるずるというか、まあ、でもね、最近コロナがあったから、はい、まあ、そこもちょっと伸びたっていうところもね、ちょっと伸びて、そうですね、あるんですかね。はい、沖縄はどこに、ちなみに。沖縄は、本島の北の方、名護市というところにいまして、うんうん、名護市、はいはい、まあ、結構田舎の方なんですよね、沖縄の中でも、うんうんうん、ただ海も綺麗だし、自然もたくさんあるんで、うん、まあ、ゆっくりできるなっていうのが一番あって、もうちょっとね、一周中にそう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 、プチ移住したって感じですね。プチ移住ですよね。もう1年もいたらね。1年いて、やっぱり、あ、ちょっと日本一周終わらせようと思って。そうですね、来て、で、今長崎に、結局雲仙にいるわけなんですけど。そうです、なぜ雲仙に降り立ったか。その沖縄からの雲仙のちょっといきさつは、ちょっとコロナがあって、はい、出発見送ってて、うんうん、ただ6月末に一応非常事態宣言が解除っていうタイミングで、うんうん、ちょっとこれもタイミングかなと、旅を終わらせなきゃなというのがあったんで出発して、うんうんうん、そこで雲仙に来た時に集いさんに泊まったんですよね、はい、うん、そこで泊まって、で同じように声をかけられる。声をかけたら、捕まる男なので。そうなんですよ。とりあえず来いって言われたら来ちゃう人なんで。お、はい、全国の、ね、ゲストハウスの方よく聞いてくださいね。翔吾くんは声をかけられたら、もしかすると居つくかもしれません。居つくかもしれないです。フッカルで有名なんで。フッカルで有名なんでね。、はい、全国のゲストハウスの方は要チェックですね。そうですね、でそれで、まあ、ちょうど雨も降ってて、僕が来た時に、うん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 、で結局4日間滞在したんですね、雲仙に。うーん、あ、まだ梅雨の時期だったんですね。梅雨の時期、そうそうそう、うんうんうん、だもうこれも運命かなと。なんかまた来なきゃみたいな。そう、雲仙に惹かれてんじゃねえかと。ああ、ここね、意外とパワー、意外とっていうか、そうです、レーザーもね、あるんでね、雲仙普賢岳がパワースポットですね、うん、まあ、私もね、ちなみに今ここに何でいるかっていうと、はい、結局1ヶ月前に私も集いさんには泊まってないんですけど、雲仙に遊びに来た時に、ちょっと集いに遊びに来て、ね、で、ここのオーナーと話し て、はい、ちょっとじゃあ手伝いにおいでよ、泊まっていいよみたいな。来たらいいよって言われたんですね。来たらいいよっていう軽い感じで。私もちょっとフリーランスなので、はい、どこでも仕事ができるっていう
ということで、まあ、今ちょっと長崎県にいますけど、はい、そういう形でね、ちょっと似たような境遇ですね。惹かれた者同士ですよね。そう、雲仙に降り立った。そうですね。ここで、まあ、集うっていうのがね、集まるっていう意味の名前がいいですよね、やっぱね。いいですね。そうそう、まあ、ちょっと今ね、お客さん全体的にやっぱり旅行客減ってますけども、はい、その中で私たちね、頑張って盛り上げて、はい、おりますが、はい、ね、週末にはちょっとね、軽くイベントをしつつ、雲仙の自然と、はい、いろんなことを楽しんでいるということで、そうですね。はい、そうね、今からは、この後はまだ決めてない。この後はまだ決めてないです。ただまあ、もう一回沖縄に行こうかなっていう感じなんですけど。でもなんかね、やりたいことなんか見つかりました？ああ、でもやっぱり思ってるのは、こういう宿を自分でもできたらいいなっていうのはあって、それはやる前から、それともやりながらゲストハウスとか泊まってて、やりながらですかね。ああ、最初は別にそんなゲストハウスとか思ってなくて。そうです、もう日本一周するまではゲストハウス泊まったことなかったんで。そうなんだ、初めて。このバンクベッドって言われるこの2段ベッドとか、ドミトリーって言われるところには初めて、はい、初めて。もう共用スペースで知らない人同士がみんなで語るみたいな、初めてで、めっちゃ楽しくて、ハマっちゃったけ、海外とかだと結構当たり前ですけど ね、日本だと最近海外の人増えてゲストハウス増えてきたっていう流れがあるんですけどね。そうなんですよね。でもじゃあゲストハウスね、今勉強しながらっていう感じ。そうですね、僕の勉強のつもりでも来てるところはあるんで、そっかそっか。そういうね、やっぱり旅をして、やっぱり2年も旅をしてる と自分探しもあったんですかね。ああ、そうですね、旅に出るきっかけありますよね、きっと。きっとありますよね。そうですね、まあ、一番はでも、宮子さんもそうなんですけど、皆さん海外行ってて、僕も海外興味あって、ちょっと何年か行きたいなと思ってたんですけど、その前に日本を見ておこうと。はい、やっぱりね、外国に行ったら日本のこと聞かれますからね。聞かれますからね。日本はどうだああだって言われるので。そう、下手したら外国の方の方が日本を知ってたりするんで。そうなんですよね。ちょっとね、私もいろいろ聞かれて恥ずかしい思いをめちゃめちゃしたことがあるので、今私はね、今更勉強してます。素晴らしい、行く前に勉強したが皆さんよろしいですよね。はい、あとはね、英語もね、学びつつっていう感じですかね。ゲストハウス結構ね、外国の方多いので、日本にいながら英語喋る機会があるっていうのもまた面白いですよね。そうそう、やっぱゲストハウスにもいろいろ特色があって、外国人多いところとかも日本人多いところとかね、いろいろ分かれてくると思うんですけど、今まで思い出に残った、まあ集い以外で思い出に残った、はい、まあ沖縄に1年いたから思い出に残ってると思うんですけど。でかいですけど、なんかちょっとここ良かったよみたいなおすすめのゲストハウスとかあります？でも知ってる人は多分知ってると思うんですけど、石垣島に、沖縄の、そうですね、白穂フレンドハウスっていう、白穂フレンドハウス、はい、宿があって、もう一泊も安いですし、屋上でキャンプしたらもう本当に屋上でキャンプ、そうなんです、テントがあって、500円とかで泊まれるんですけど、自分のテントで、自分のテントで、500円で安いですね。安いんですよ。まあ、確かに、ここ雲仙もそうなんですけど、キャンプ場があるところって、自分でね、キャンプの道具、はい、なんていうテントか、テントを持ってればめちゃめちゃ安くで旅行行けますよね。ますもんね。まあ、ちょっと野宿ですけど、あれで。そうですね。そういうね、パワフルにね、活動してる人もいる、活動っていうか日本一周してる人もいる。旅人がね、好きな感じのところなんで。テントとかも泊まってったんですか？持ってました。ガチの日本一周ですね。そうですね。だからもう晴れてる日なんかは、屋根があれば、寝袋で寝るという。テントも張らずに、さすがに屋根の下に、あずま屋を探して、その上の、ベンチで寝袋で寝るっていう生活もなんかやっぱり 2年も、まあ、1年も沖縄にいたとしても1年も旅行してるわけじゃないですか、はい、旅をしてて、はい、なんかもうめっちゃこれやばかったじゃないけど、はい、まあ、失敗談じゃないけど、はい、なんか怖い思いしたとか、なんかそういうことありますね、日本だけど。ああ、そうっすね。でもまあ日本っすからね、言っても、一番怖かったのは何でしょう。なんかバイカーが集まってるところに行っちゃって、で声かけてきたのが、まあ明らかになんていうんですかね、お姉というか。バイカーなのに。そう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 。
バイカーなのにっていうのもちょっとあれですね、ごめん。もう男の、ゴリゴリの男の人なんですけど、何乗ってるのみたいな感じで来て。でもその人はそうかは分かんないですけどね。分かんないですけど、そういう喋り方。すげえ連絡先聞かれるっていう。あの好かれちゃったね。それが一番困った。困った大変。平和なトラブルですね。そう平和なトラブルだ。あ、じゃあ日本はね、日本一周するのにも、はい、まあ、海外だと結構ハードルは高いかもしれないけど、日本人で、うん、日本は平和だから。平和だから。おすすめしますか？おすすめします。誰でもできます。誰でもできる。そうね。私もちょっと日本一周したことないんですけど、ちょっとね、興味がありますね。まあ、ゲストハウスもう、ゲストハウスも好きなんで、あのバンライフとかね。ああ、いいですよね。バンを車で、はい、回って日本一周っていうのが、まあちょっとやりたいことかなと思うので。それこそいろんな宿泊まって。そうなんですよね。楽しいと思います。はい、そういうことで、はい、なんかそんな感じでリスナーに、あの日本に一周したいリスナーに何か応援メッセージをお願いします。応援メッセージ、まあ、もしかしたら旅全般かもしれないんですけど、うん、日本一周して思ったのは、うん、大層な目的は持たない方がいいかなっていうのはあって、大層な目的、自分は絶対これをするんだって決めちゃうと、旅がちょっとなんかつまらないものになったりとか、流れに身を任せるみたいな。そうですね、まあ、ざっくりそういうちょっとゆるくいくような感じで楽しんでもらえたらすごいいいかなと思う。まあ、期間も設けない方がいい。いや、俺はそう思いますよ。ずるずるやってますよ。2年、まあ、これからどうなるか分かんないけど、彼は結局これからあの、ゲストハウスを開くための一応ね、そうですね、研修ですね。研修期間人生の、はい、人生の研修期間中なので、そうです、はい、そういうものも、まあ、目的持たなくても見えてくるかなっていうのはありますね。いろんな経験するといろんな発見があり、はいはい、これからのね、またゲストハウス、はいはい、またゲストハウス新しく開いたら教えてくださいね。はい、はい、はい、今日は、しょうご君に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は MBJ トラベルの提供でお送りしました。